逃げないの。え？双子チャンネル。おはようございます。9月10日金曜日。はい、奥にいるのがレッド君です。で、手前にいるのがグリーン君ですね。今彼らは自分たちがもらった芋を早々に食べ終わり、おかわりのお芋を求めております。ママの手元には大量のふかした芋があります。干し芋を作る準備をしております。どうやら彼らはこれを感づいたようです。そうなの。じゃあ行くか。嬉しそうな顔してない。そうですね、完全にバレてますね。オレンジのネットあるからね。そうですね。私なんかあれだよね、何のために使う道具かってよく分かってきてるよね。うん、だってもうこれで芋すげー入ってるの見てるからね。欲しいもに使うネットを見たら欲しいもがあると、L を見たら外出できると。はいはい、わかりました。ちょっとお待ちください。すごい真剣な顔で見せてますよ。いやー多分これね、まだ狙ってますね。だよね、好き不満そうな顔してるもんね。そんだけじゃないよねって顔してるよね。多分あれ、星に行くときにもう2、3個取られますね。そうなんだよ、通行手形いつも取られるんだよ。関税ってやつです。そう、関税取られる。こうやって見るとすごいカレーが大盛りに見える。ほんとだ、すげー大盛り。でも実際ね、こんぐらいしか入ってないんですよ。まだまだ小食ですよ。あ、おわ。カレーかけたら食べてよ。本当だよ、食べなよ。食べてよ。おどっから声出してんだか。ね、ただかけるだけ。かけるの楽しい。スポン使って。いる。痛そう、大丈夫？怒ってるじゃん。めっちゃ怒ってたじゃん。違う、でもあれは自分が悪いじゃん。あーん、ぷいってする。かわいい。これはさ、おーい、あーん、これイヤイヤ期の違うよ。いや、イヤイヤ期もっと壮絶できる。そっか、残念だな、お芋があったのかな。カレーを食べたらさつまいもがあります。だってカレー食べないんだもんね。カレーを一口でも食べたらさつまいもがあります。カレーの中にさつまいも入れちゃう。それ嫌だな、俺が嫌だな。ちょっとずつ入れちゃう。ほらちょっとずつ入れちゃう。あー、ちょっとずつなくなっちゃうぞ。ちょっとずつ入っちゃう。ほら、あ、さつまいもが。めっちゃ怒ってません？うん、めっちゃ怒ってる。分かったから、とりあえずさつまいもあげてごらんよ。お父さんからのウイルスが出てからしょうがない、うん、とりあえず。ねえねえねえってば。聞いてる。おい、ねえねえな。うん、ママ食べてるよ。ちょっとちぎったから怒ってんの？食べた。一口で食べた。ちゃんと一口じゃなくなった。嬉しそうじゃん。なんだよ、文句言わなくてよいじゃん。あの男は静かに食べてくれてる。おいしい。よかった。楽しそうじゃん。うん。え、いまいち仕組みを理解していないな。まあでも大切に扱うってことだよ。そうだね。
ねえねえ、このおもちゃ楽しいですか？楽しい人手あげて。あ、見てくれてる、うん、はいはい遅れちゃったあ、イクラちゃんって今2歳ぐらいか。どうしたの？取っちゃった？あれ？あら、まだそうやって。あら、壊した。ダメだよ。そろそろ出ておいで。出てきてください。可愛い子はいませんか？可愛い子出てきてください。可愛い子。あ、出てきた。あ、出てきた。じゃあ歯磨きしようか。逃げないの。